って構図を勉強すればいいのかわからない。基本的な構図のルールをマスターしたい。そんな人におすすめの一冊でした。イラスト本紹介チャンネルのモップです。今回はハンス・P・バッハーさんの著書、ビジョン、ストーリーを伝える色、光、構図、これについて紹介していこうと思います。イラストを描いていて構図について悩むことってありますよね。三分割法や黄金比は理解しているけれど、いまいち構図が決まらない。他にもいろんなルールがあるのかもしれないけれど、その勉強の仕方がわからない。そもそもキャライラストであれば構図の勉強は後回しでいいんじゃないか、そんな人は多いのではないでしょうか。僕自身キャラクターメインのイラストを描いているので、構図については先延ばしにしていたのですが、構図についての基本を理解していないと自分が表現したいところまでたどり着けないと思い、今回本書を使って勉強を始めることにしました。本書には構図初心者が一から理解しやすい内容で、しかも長く使える普遍の理論を教えてくれているので、イラストを描く人はもちろん、写真を撮る人やデザインをする人、漫画を描く人にもおすすめの一冊でした。それでは今回の動画の目次です。1、本書の特徴。2、何を学べるのか。3、厳選ポイントです。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし、イラストの練習を始めたのは二十歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。最近のイラストはこんな感じです。このチャンネルでは僕が初心者から独学で上達する上で学んだことなどについて発信していきます。早速本題に入っていきます。1、本書の特徴。まずは本書の著者であるハンス・P・バッハーさんとサナタン・スルヤバンシュさんについて紹介していこうと思います。お二人ともアニメーション業界の人で、特にハンスさんは45年以上のキャリアを持っており、美女と野獣、アラジン、ライオンキングなどにプロダクションデザイナーとして参加、ドイツのゴールデンカメラ賞やアニメーション界のアカデミー賞とも言われるアニー賞の最優秀美術賞も受賞しています。ちなみにプロダクションデザイナーとは日本では聞き慣れない言葉ですが、欧米の制作会社には必ずいるポジションで、監督に次ぐ重要な役職で、監督の意向に沿ってデザインや設定を作り上げる人です。アートディレクターやコンセプトデザイナーの上に立つ人ということです。共著者のサナタン・スルヤバンシュさんはトロント在住のアートディレクターで、巨匠であるハンス・P・バッハーさんと書斎で話をしていたことが本書が誕生するきっかけになったようです。ちなみに本書の背表紙にはアニメーション作家やアートディレクター、映画監督などから絶賛する声が多数寄せられています。例えば、色、構図、演出、グラフィックデザインの原則を直感的に分かりやすく教えてくれる。これはディズニーのアラジンやリトル・マーメイドで監督を務めたジョン・マスカーさんという人のコメントです。この本は全てのアーティストやデザイナーにとって普遍の意味を持つ。これはベイマックスやリロ&スティッチでプロダクションデザイナーを務めたポール・フェリックスさんのコメントです。こういった名だたるアーティストが絶賛するのだから期待が高まります。ちなみに余談ですが、日本のイラストやアニメ業界はどうしても巨匠が自ら教本を手掛けるということがほとんどないのが残念ですよね。日本人の気質のせいなのか、独学で完成させて後世に自分の知っていることを分かりやすく伝えるというタイプの人が少ないのかもしれません。今のところ海外から入ってきたイラスト教本の方が役に立つことが多いです。もし日本の本でおすすめのものがあればコメント欄で教えてください。それから本書がどんなタイプの教本なのかということも話をしておこうと思います。イラスト本には大まかに3タイプあり、一つは知識系、もう一つは手を動かす系、そして最後は読書系です。知識系というと、例えばカラー&ライトのように完成作品が載っていて、それがどうしてそうなったのかという解説がされていたり、解説を見ながら自分のイラストに適用していくという本です。そして手を動かす系の本というと、解剖学の本など見るだけでは理解しづらく、かつ自分のイラストにすぐには応用しづらいという本です。読書系はその他の本の全てで、著者のメイキングやノウハウが載っていたり、モチベーションやイラストレーターとしての心構えが書いてあるような本です。本書がどんなタイプの本なのかというと、圧倒的に知識系の本であるということができます。知識系の本のメリットとして、短時間で読了することができ、現時点では画力は必要ないということが挙げられます。逆にデメリットとして、すでに知っている内容があったり、流し読みでは身につかないということが挙げられます。本書に関して言うと、ラインやシェイプ、三分割法など、確かに知っている内容も多数あったのですが、構図に関する多数の要素を一つの書籍で分かりやすく言語化してまとめてあること。これが本書の一番優れているところだと感じました。読んでいてカラー&ライトに近いものを感じ、見ているだけでも楽しいし、分かりやすく一度知っておけば少しずつそれを自分の力に活かせそうな気がしてきます。ちなみに本書の履修時間の目安ですが、手は動かさず読み終わるまで3時間ほどかかりました。本書の最初の方に載っているように、著者はビジュアルアーティストは目で見て学ぶ傾向があるという考えなので、文字が非常に少ないです。こんな感じのカットが複数載っていたり、見開きのほとんどが1枚のカットで埋まっていることもあります。目で見て学ぶというと、
右脳派向けのように思えますし、実際そうですが、短いながらも簡潔で分かりやすい解説がされているので、左脳派の人でも問題なく、むしろ分かりやすいかもしれません。2、何を学べるのか。ここからは本書で何を学べるのか、どんな風に学んでいくのかという点について本書の構成などから話をしていこうと思います。まず本書の構成ですが、1章の画像の心理学は本書の総論のようなもので、画像を見た時に人がどういう印象を受けるのかという話になります。2章から7章ではそれぞれ画像の要素について学んでいきます。しかし本書は2章以降は好きな章を好きな順番で読んでいいと書かれています。というのも、ラインやシェイプ、光や色という要素はどれから学び始めるのが正解というのがなく、本書はその各要素を一口大のサイズにまで分割して説明してくれているからです。なので、一から全部読み進めていってもいいですし、自分が興味ある分野から読んでいっても問題ありません。このスタイルで構図の基礎がまとめられていることにより、一からしっかり勉強するときはもちろん、構図で悩んだときにパッと本書を開いてインスピレーションを得るきっかけにもなってくれそうです。個人的にラインやシェイプはまさに構図らしい部分を学べるので、最初は順番に読んでいくのがおすすめです。それでは本書を履修すればどんなものが書けるようになるのかという話をします。本書にも書いてある通り、構図と色は生涯をかけて学ぶ必要がある難しいテーマです。なので、本書を読んだだけでいきなり成長することは難しいかもしれません。ただ、本書は構図に関する基礎の知識を教えてくれるので、本書を読んで構図の勉強を続ければ必ず成長できると思います。厳選ポイント。それでは最後に、私が本書を履修して特に良かったというポイントを3点、簡単に紹介していきたいと思います。まず1つ目は、描画力があるイコール構図がいいではないということ。これは考え方の話ですが、本書によると構図は描画力よりも理解力や決断力の方が重要だということ。例えばこちらの写真を見てください。丘のようなところに小屋が立っていますが、なんだか窮屈そうにも見えてしまいます。これは奥の木が画面から中途半端に見切れる位置にあり、小屋の位置も中心に近い微妙な場所です。画面を区切るラインもほとんど見えません。元の写真はこちらになります。三分割法に沿った配置の小屋。木の上がしっかり写っていることによって広々した印象。ラインも画面を分割してくれています。このように同じ写真でも構図によって見え方は大きく変わります。写真に画力は必要ありませんから、構図力というのは画力とは別の部分で鍛える必要があります。ここまでなんとなく数をこなして絵が上手くなれば構図力も鍛えられるのではないかと考えていましたが、そうではないということを実感できました。二つ目のポイントは、重要な〇〇は3から5個に抑えるという点です。ここに入る言葉を想像できるでしょうか。例えばこちらの白黒写真、ごちゃごちゃした印象で真ん中にも両サイドにも目が向いてしまいます。強制的に領域をまとめてしまうことによって中央の人物に視線を向けることができます。この〇〇に入る内容はシェイプ、つまり画面内の領域を3から5個に抑えると画面がスッキリするということです。ただこれだけでは終わりません。本書の他の章では、例えば明暗の章では明暗のトーンを3から5個に抑えるようにすること、カラーの章ではカラーも3から5に抑えることと書かれています。つまりどんな要素も使いすぎは厳禁ということです。こういったなんとなく無意識にやっていたようなことをきちんと言語化して伝えてくれているのが本書の素晴らしいポイントです。最後のポイントはフィルムスタディについてです。本書は実はイラスト本ではなく映画の構図について話が進んでいきます。もちろん最初に言った通り、イラストやデザインをする人すべてにものすごく役立つ内容ですが、映画というのは一瞬で画面が切り替わるので、物事を分かりやすく魅力的に伝えていかなければなりません。なので映画の構図から構図の基礎を勉強するというのは非常に理にかなっています。フィルムスタディとはこのように映画の一コマを一時停止して簡単なサムネイルを書き出していく方法です。これについては個別の動画を出しているのでぜひ見てみてください。映画の構図は基本的に横長の構図になってしまうので、キャラクターイラストに多い縦長にはいきないんじゃないかと思っていたのですが、本書とフィルムスタディを通して参考にできるものが圧倒的に多い横長の方が構図についての理解がしやすいと感じました。考えてみれば構図が上手い人というのはキャラクター絵描きでも横長構図の人が結構いますよね。逆に言うと縦長で魅力的な構図というのはキャラをバーンと描いてあとは雰囲気で終わりとなってしまうことが多く、横長の方が自由にいろいろ配置することができます。もしこれまでと違うイラストを描きたいのなら横書き、そしてフィルムスタディで構図を勉強してみるのはいいと思います。まとめ、それでは今回の動画のまとめです。ビジョン、ストーリーを伝える、色、光、構図はおすすめか。まず優しさについてです。本書は構図の入門として初心者でも理解できる内容だと思いますが、上級者になってもいつでも手元に置いておきたい本です。
次にボリュームですが、読量まで長い時間はかからないものの、構図の基礎がずっしり詰まっています。次に右脳派向けか左脳派向けかという話ですが、イラストが多く直感的に理解する右脳派向けの内容になっています。ただ左脳派がしっかり理解できるよう解説も添えられていますので、どちらのタイプにもおすすめです。最後に価格ですが、4400円プラス税と少しお高めの値段になっています。しかしずっと手元に置いておきたい一冊であることを考えると決して高いとは思いません。ということで、今回の動画の終わりの言葉です。構図の考え方が変わるということでした。これまでなんとなくの寄せ集めの知識で考えていましたが、本書では要素を一つ一つ解説してくれているので、構図の全体像が見えるようになりました。構図についての勉強はまだまだこれからですが、本書を手元に少しずつ強化していきたいと思います。今回の動画を見てこの本良さそうだなと思っていただけましたら、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ試してみてください。このチャンネルでは初心者からの独学でのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また高評価やチャンネル登録などいただけましたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。